ちょっとおじいちゃん、ドッカン覚醒まだすんの早いから、本日もありがとうございます。今回の動画は昨日の動画のちょっと補足をね、話したいと思います。っていうのは、昨日動画出しましたよね。まあ見てない方は見てくださいね。こちら、こちら。あとはスマホの方はこちらをね、クリック。はい、そういうことで、まあね、昨日の動画出して、コメント欄の方でもいただいたことに対して、これちょっとみんなもしかして、俺が言ったこと勘違いしてるかもしんないってね、思っちゃったわけよ。まあ、っていうのはね、俺も動画見直したんだけど、動画の中で必殺技レベル10にしてからとか言ってるじゃん。孫悟飯について。ドッカン覚醒する前に必殺技レベルを10にした方がいいですよ、みたいなね、感じで言ってる。まあ、普通に言ってるから、皆さんね、10体やっぱ手に入るんじゃねえかっていう勘違いされた方、本当に、それはね、もうちゃんとここは謝ります、本当に。本当、この度は本当に。本当にね、この度は、ごめんちゃい。はい、ということで、イベントの今、孫悟飯のね、ドッカン覚醒がある、そこにフォーカスして中心に、もうちょっとね、詳しく補足を入れながら、ちょっとね、説明をさせていただきたいと思います。ちなみに、ドッカン覚醒できる、それで、条件をね、満たせば確実にもらえる孫悟飯というのが、こちらのご飯なんですけども、こいつをドッカン覚醒することができます。メダルを集めればね。まあ、ドッカン覚醒するためのメダルっていうのも、取るの簡単です。で、皆さんできます。だから、グレートサイヤモン欲しいなって思う方は絶対ね、頑張れば手に入ります。それで、今現在、4体いるわけですよ。孫悟飯が。ご飯ね、まだ持ってない方とか、どうすれば手に入るのっていう方は、ぜひミッションの限定ミッションっていうとこをご確認ください。ちゃんと条件載ってます。まあ皆さんもね、今のイベントやられてる方たちは4体いると思います。じゃあ必殺レベルをね、10にするにはあと6体必要じゃねえかよっていうね、話があると思いますね。ただ、はい、こちら限定ミッションを見るとですね、あと5体、あと5つ、ご飯が手に入るのが1体、2体。ということはですよ。やっぱね、周期的にステージが変わって6ステージのミッションで6体手に入るんですよ。そしてこちら飛び出す正義のヒーローのイベントの詳細なんですけども、こちら見てもらうともう分かりますよね。このミッションドロップ報酬っていうの、こちらの画面は昨日の動画でも少しご紹介をしました。今日が7月31日ということなので、ステージで言うと上から4番目までもう来てます。で、今までステージ4までやって、各ステージのミッション、限定ミッション見て、クリアされた方は、今4体いるかと思います。ということで、明日から、というか今日だな、もう切り替わってるか。これアップする頃には多分もう新しいミッションが出てるかと思います。5つ目、2日から4日の6つ目、計6個手に入るんですよ。確実に頑張れば手に入るのが6個。まあ6個なんですけど、まあ必殺技ね、レベル10にしてからということをね、僕は言ってしまったので、もしかしたら10体手に入るんじゃないかとか、普通にステージでドロップできるんじゃないかって勘違いされた方、本当それはね、申し訳ないです。で、まあ視聴者の方がまあ言ってくれたことに対して、いや僕も実は思ってたことがあるんですけども、もしかしたらですよ、これ確実じゃないんですよ。最終ステージでもしかしたらドロップできるんじゃないかなとか、他の何かのイベントでご飯ゲットできるんじゃないかなっていうね。まあ、これは本当に個人の感想なので、これ確実じゃないですし、全く信用しないでください。ただ今現在の段階で確実にこのドッカンバトルが公表してるお知らせの中では6体まで。でも6体って言ったら必殺技レベル10にできないじゃないですか。6の状態ですよね。だからそこであと4体分をどうするのかっていうので、そこが疑問なんだよね。だからどっかでもしかしたら出てくるかもしれないし、このままないかもしれない。だからそこが、ドッカン覚醒するタイミングがどうしようかなっていうとこなんだよね。最終ステージでドロップできますよってなったら、まあ、4体獲得して10にできるわけじゃん。で、今までステージ4までゲットできなかった皆さんも最終ステージでまあ頑張って10体ドロップすればできるじゃないですか。それを踏まえて、ちゃんとドッカン覚醒する前に必殺技レベル上げてからドッカン覚醒してくださいっていう
昨日の動画だったんですよ。だからね、今この現状、もし最終ステージまで普通にこのままの流れで6体しか手に入らなかったら、今んとこ僕はちょっと独感覚醒はやめとこうかな、やめとこうかなっていうか、一時中断しようかなって思ってます。あとはこのイベントを終えるまでにやっとかなきゃいけないのがこの覚醒メダルですよね。いつ独感覚醒してもいいように絶対取っとかなければいけないと思います。まあ入手方法っていうのはちゃんと書いてあるので、この通りにミッションをクリアすると報酬がもらえます。まあ簡単に言うと、あの限定ミッションっていうのはすごい重要で、もういつ出てくるか分かんないし、その期間だけっていうのもあります。なので限定ミッションをまずはクリアする、まずはそれからやってほしいなと思いますし、僕も今現在やってます。はい、またまあ、戻ってきましたけど限定ミッションです。まあこうやってあるわけですよね。で飛び出せイベントのステージを、計30回クリアとか、30回以上クリアしないんですよっていうね、こういうのがあるので、メダル100体、こうなんて言うんだろうな、こういうのはもう手に入るんですよね。だから絶対にこれね、獲得しなきゃいけない。本当はもったいないですよ。もう言いたいことは言えたかな。あと何だっけかな、なんか、まあ、とりあえず言いたいのは、ご飯1体手に入ったからって独感覚醒しちゃうとまずいってことだよね。それはみんな分かってると思う。ただ、確実に入る6体、これを修行させて必殺技レベル6の状態で独感覚醒をするのか、それとも何か他のイベントとか、ミッションとかね、同じご飯が手に入るのを待ってから独感覚醒するのか、これは本当ね、皆さんの個人の考えで、やってください。ただ僕はちょっと待ってみます。メダルはもちろん集めます。でちゃんと最低限6体はゲットします。で少し様子を見て独感覚醒をね、もしするんだったらするだろうし、でもみんな6体修行して独感覚醒してるからって言ってしようかなって気にはちょっとね、今んとこなんないですね。6まですんだったらなんか中途半端すぎない？だったら必殺技レベル10にどうにかしてできたらなって思います。昨日の動画でもね、言った通り独感覚醒してからだともう必殺技レベル上げるのが相当大変だと思います。てか無理だよな、この状態だと。どっちにしろ、うん、厳しいと思います。よく考えて独感覚醒してください。独感覚醒ね、絶対するなとは言いません。別にしたい方は全然知っても構いませんし、した方がもちろん強くなります。という動画でした。疲れましたんでこの辺でさよなら、バイバイ、バイバイキング。